皆さん、ジャパンルネサンスにようこそ。本チャンネルは日本文化再興を目的とした放送番組です。今回は田坂博史著、詩は存在しないの中から一部を抜粋して朗読させていただきます。今も意識の謎を解明できない現代の科学、こう述べてくるならば、現代の科学は決して万能でもなく無比でもなく、解き明かせない謎を数多く抱えた限界のあるものであることが理解できるだろう。そうであるならば、我々は現代の科学の主張を無条件に信じ込み、現代の科学は否定しているのだから、神秘的な現象や死後の世界は存在しないという固定観念は一度取り去って、まずは虚心に我々の生きているこの世界を見つめてみる必要があるだろう。特に現代の科学が直面する最大の問題の一つは、意識の謎を解明できないという問題である。その意識の謎のうち最も根源的な問題は、そもそも現代の科学は物質から意識というものがどのように生まれてくるかを説明できないのである。現代の脳科学はそのことを脳神経の作用で意識が生まれてくると説明するが、この説明そのものに多くの科学者や哲学者は疑問を抱いている。むしろ現在最も注目されているのは、そもそも物質そのものが極めて現象的な次元で意識を持っているのではないかという仮説である。すなわち、ルネ・デカルト以来当然と考えられてきた物質と意識というものを対立的に捉える考え方ではなく、むしろ物質の根源的構成要素である量子や素粒子そのものに極めて現象的な次元の意識が備わっているという考え方である。筆者はこの仮説は極めて説得力を持つ仮説であると考えており、この仮説が意識の謎を解き明かす鍵になると考えているが、その意味は本書の後半で語ろう。ここでは、現代の科学は物質から意識というものがどのように生まれてくるかを説明できないという事実をまず理解しておいていただきたい。我々の誰もが体験する意識の不思議な現象。このように現代の科学は基本的な次元で意識の謎を解明できないのであるが、それゆえ現代の科学は我々の誰もが日常的に体験する次のような意識の不思議な現象を説明できないのである。視線感能、以心伝心、予感、予知、占い、的中、既視感、シンクロニシティ。これまでの出来事はあなたもこれまでの人生で一度ならず体験されているのではないだろうか。まず、視線感能とは、日常の何かの瞬間にふと視線を感じ、その方を見ると確かに誰かが自分を見ていたという体験である。以心伝心とは、人間同士が何の言葉も交わさず、何のコミュニケーション手段を持たない状況で相手の考えていることが分かったり、同じことを考えていたという体験である。例えば、長年連れ添い気心の知れた夫婦の間では言葉を交わさなくても、今相手が何を感じ何を考えているかが分かり、同時に同じ言葉を発するなどということはしばしば起こる。これは多くの夫婦が体験されていることだろう。また少し特殊な例では、双子の兄弟姉妹の間ではこの以心伝心が日常的に起こることも心理学的研究で報告されている。予感とは、文字通り何か良いことや悪いことが起こることを事前に感じ取っているという体験であるが、例えば何か悪い予感がする、胸騒ぎがすると思った、あと何かのトラブルが起こったという体験は、実は誰もが持っているだろう。またギャンブルを行う人はこの予感の力が発達しているため、こうしたことは日常的に体験しているだろう。またこの予感よりもさらに明確かつ具体的に未来の出来事を感じ取る体験が予知と呼ばれるものである。この予知を体験する人は予感を体験する人よりも少ないと思われるが、一者はこの体験を持っている人にもしばしばお目にかかる。そして筆者自身もこの予知については極めて象徴的な体験を持っている。そのことは第4話で詳しく語ろう。さらに、占い的中とは、筆者や占い師によって行ってもらったり、自分自身で行った占いでの未来予測が不思議と当たったという体験である。筆者はこの占い的中についても象徴的な体験を持っている。そして視線感能と以心伝心は現在において起こる体験である。また予感や予知や占い的中は未来について起こる体験であるが、既視感は過去の記憶と現在の出来事が
結びつく体験である。すなわちこの既視感はフランス語でデジャブ、すでに見たと呼ばれる体験であるが、日常の何気ない光景を見たとき、突然、あ、この光景は全く同じ光景を過去に見たことがあると感じる体験である。この既視感は青少年期によく体験すると言われるが、これもあなたは一度や二度は体験したことがあるだろう。最後のシンクロニシティとは、日本語では共時性と訳されている現象であるが、例えば会話で誰かのことが話題になると、ちょうどその人物から電話がかかってきたり、ある問題で悩んでいると、たまたま喫茶店で隣に座っていた客がそのテーマで話をしていたといった体験である。説明できないものは存在しないとする顕明な立場。このように視線感応や以心伝心、予感や予知や占い的中、既視感やシンクロニシティといったものは、我々の誰もが日常に体験するが、そして古今東西無数の人々が体験し報告されてきたが、こうした意識の不思議な現象を現代の科学は説明できないのである。そして現代の科学は説明できないものは存在しないという立場を取るため、これらの意識の不思議な現象をすべて単なる偶然、ただの錯覚、何かの思い込み、一種の幻想、脳神経の誤作用といった理由で説明しようとするのである。確かに古今東西無数の人々が体験し報告されてきた意識の不思議な現象の中には、事実単なる偶然、他の錯覚、何かの思い込み、一種の幻想と呼ぶべきものも数多くあるだろう。さらには手品や詐欺のようなものもあるだろう。しかしそうしたものを除外しても、なお偶然や錯覚、思い込みや幻想などでは説明のできないほど明確で鮮明な意識の不思議な現象があることも事実なのである。人類の歴史を振り返るならば、かつて宗教というものが科学に対して圧倒的に優位であった時代がある。その時代には宗教は科学の主張や言説を弾圧と呼ぶべき形で圧殺した歴史がある。その一つの象徴がガリレオ裁判であろう。一人の科学者としての地動説を唱えたことから宗教裁判にかけられ、地動説を撤回し天動説を認めることを強要されたガリレオ・ガリレイはやむなくそれを認めたが、裁判の後につぶやいたと言われる。それでも地球は動いていると。現代の科学の姿を見ていると、このガリレオ裁判が皮肉にも逆の様相を呈しているように思えてならない。現代は科学というものが宗教に対して圧倒的に優位となった時代。そうした時代においてもなお無数に報告され続ける意識の不思議な現象。それらの現象を説明できないものは存在しないとする現代の科学は、全て単なる偶然、ただの錯覚、何かの思い込み、一種の幻想、脳神経の誤作用といって切り捨てたとしても、それらの現象を体験した無数の人々はつぶやくだろう。それでも不思議な現象は起こっていると。されば現代の科学は、科学で説明できないものは存在しないとする立場を改め、謙虚に真摯にこの意識の不思議な現象の解明に向け新たな歩みを始めるべきであろう。そして人類の歴史始まって以来、無数の人々が抱いてきた、なぜ神秘的な現象が起こるのか、死後の世界は存在するのかといった問いに、21世紀の科学はあくまでも科学的な立場から答えを示していくべきであろう。ではなぜ筆者は本書を通じてそのことを提言するのか、そして本書を通じてその答えの方向を示そうとするのか、次の第3話ではその理由を述べよう。それではまた次回まで、さよなら。チャンネル登録よろしくお願いします。